ていろんな表現の仕方もあって、でもそれは全部自分の中から出てくるものだから、その人の一人一人の経験だったりそういったものが出る瞬間かなって思う。作品ができた時っていうのはすごく嬉しくて、達成感もすごくある。この仕事をしてる限りは走ってるっていうことだと思う。